したけど、どうなったんですかね。うぷの資産的にどうなったのか気になりますね。っていうのが、今回の放送回ですね。で、あれの感想は以上です。まず、ウルトラマンの感想はこんぐらいにして、次、仮面ライダー聖はシェイバーの1話の感想ですね。今回、1話のざっくり言いますが、ウプニシさんから見ての話ですからね、人はそれぞれだと思うんですけど、なんか面白いのかなって、こう、皆さんの想像を聞いたら。そして、今回から、今回はエンディング採用されたっていう話なんですけど、ちょっとそれ、どうなのっていう感じでしたね。ウプニシさん的には、今回の意図が見えませんでしたっていうのと、そんな感じかな。とにかく分かんなかった感じですね、気持ち的にも。そんな感じですね。ウプニシさんも分かりませんと。まあ、いや、面白いのか面白くないのか、今後見ていけば分かるかなっていう感じですかね。ウプニシさん的にはそう思いました、見てて。ただ、なんだろう、前作のテロワンよりはどうかっていうと、微妙です。気合いがちょっとおかしいです。でも、ゼロワンはゼロワンで、いい楽しみ方ができたかなと思いました。そんな感じですね。で、一応キラメージャン、キラメージャン22話でしたっけかな。22話ですね。ごめんなさいね。とにかく22話の感想的にそうなり、22話は、覚悟はいいか、そこの魔女っていう回でしたけど、話的に進みます。まあ、ウプニシさん見た感じや、マジだね。そして、うやむやにできない回かなと思ったけど、まあ、今回、ラブシーンさんを助けられてよかったのかなと思いながら、本編を見てました。こんな感じでございますということで、で続いてポケットモンスター2019 36話でございます。ポケモン今回まあゴー君っていうのサトシも負けっぱなしで、なんかどうなのっていう、ある放送回から負けっぱなしなんですけど、まあどうなのっていう感じで、あれでしたね。あと、いよいよ、ところに行くんだなって。世界観繋がっててよかったかなって。なんか最初の方世界観がちょっとわからなかったっていうのもありますけど、まあそんな感じで終わりたいと思います。
ます。これは木曜日の、8時前後からアップロードされると思っててください。もしそれプロしかやってなかったらごめんなさいということで、終わりたいと思います。今回はイチャズじゃなくても連続してお話ししたんで、もし軸行きたいよっていうことは、方はですね、概要欄じゃない、コメントしてもらえば作りますので、リアルオープニッシュさん忙しいので、そういうことで短縮してお送りしました。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。